国民の安全を守るため、まあ、その配備につきましては慎重に検討を重ねてまいりました。まあ、本日は皆様の、ご不安、ご懸念、これを直接お聞きいたしまして、まあ、できる限り、丁寧に説明をさせていただきたいと思いますので、よろしく。装備したことによって、攻撃されることは絶対ないんだと、絶対大丈夫だと、私ども代表で来てますから、町内に戻って説明する義務があるんですよ。それが、まあ、ゼロかと言われると、それは、まあ、全国どこにおいてもですね、それは、まあ、当然、まあ、ゼロということに、まあ、なかなか言えないからこそ、我々としてこう万全の備えをして。すぐ近くにイージス・アショアがあるとして、安心して学校に通わせられますか。負の遺産になるようなものを残すということが あってはならないというふうに、まあ、私としてもですね、そこは強く思っております。皆様にご理解いただけるようにですね、これからも本当に、累次ですね、繰り返し繰り返しご説明をさせていただければと思います。